平野翔さんの CDTV ライブライブでの衣装を徹底解剖。ナイキ・ジョーダン MVP シャツがかっこよすぎる。平野翔の足元を飾るルイス・ヴィットンスニーカー。翔くんが2024年4月23日の CDTV ライブライブに登場した際、そのスタイリッシュな服装は視聴者やファンの間で大きな話題を呼びました。特に、彼身につけていたナイキのジョーダン MVP ロングスリーブシャツ。 XU ドッグのポケットカーボデニムパンツ、そしてルイス・ビットンの LV トレーナースニーカーが、多くのファンの関心を引きつけ、SNS 上でも彼のファッションセンスに対する称賛の声があふれました。翔くんはファッションにおいて常に一歩先を行くスタイルを見せており、その選択は彼自身の個性やキャラクターを強く反映しているのです。このようなファッションは単なる見た目の問題ではなく、彼のライフスタイルや価値観。 さらには時代のトレンドとどう向き合っているかをも象徴しています。ジョーダン MVP のメンズロングスリーブシャツは約3万5千円という価格からも分かる通り、非常に高品質なアイテムです。このシャツは柔らかいコットン素材を使用しており、一日中快適に過ごせる仕様になっています。また、タンカラーは暖かく、他のアイテムと簡単に組み合わせられる万能な色合いです。この選択が示すのは、 翔くんがシンプルかつ洗練されたスタイルを好むこと。そして、このアイテムは彼のカジュアルでありながらもスタイリッシュな一面を強調するものです。胸元に大きくプリントされたジョーダンのロゴは、彼のスポッティーな一面を表現しており、彼が持つエネルギッシュで活発なイメージにぴったりです。翔くんは、単にブランドや価格でアイテムを選んでいるのではなく、自分の持つエッジの効いたキャラクターを引き出すために、 どのようなアイテムが最適かを考えているのです。さらに、彼が選んだエークスユードックのポケットカーボデニムパンツは、カジュアルでありながら機能性も兼ね備えたアイテムです。このパンツは15,180円と手ごろな価格であり、ユニセックスデザインなので男女ともに着用可能です。このユニセックスデザインの選択は、彼がジェンダーレスなファッションにも理解が深く、時代に合ったスタイルを取り入れていることを示しています。 ポケット付きのカーゴパンツは実用的でありながらも、将軍の着こなしによってさらにスタイリッシュに見えます。ファッションアイテム一つ一つに意味があり、それらを組み合わせることで彼自身の個性を強調するのです。彼が選ぶデニムやカーゴパンツは、動きやすさを重視したデザインであり、どのようなシーンでも自由に活動できるという彼のライフスタイルに合致しています。最後に、ルイス・ヴィットンの LV トレーナーにのハイカットスニーカーは、 その洗練されたデザインと高級感で注目されました。このスニーカーは1530ドル、約22万円の価格で、イタリア製の上質な素材を使用し、モノグラムフラワーのグラフィックが側面に施されています。翔く君が選んだこのスニーカーは、彼のカジュアルなスタイルに高級感をプラスする要素となっています。これも単なる見た目の選択ではなく、彼がいかにして自分のスタイルに高級ブランドを取り入れ、 自己表現としてのファッションを翔くんのファッションセンスは、ただトレンドに流されるものではなく、彼自身の価値観やライフスタイルに基づいた選択であり、それが彼をファッションアイコンとして支持される理由の一つなのです。このように、彼のファッション選びには一貫したテーマがあります。それは、シンプルでありながら、自己表現を忘れないことです。 彼は普段から過度に派手な服装を好むわけではなく、むしろ洗練されたシンプルさの中に彼自身の強い個性を織り交ぜています。例えば、今回のジョーダン MVP のロングスリーブシャツは、一見シンプルなデザインですが、ロゴやカラーリングによって彼のエネルギッシュさを引き立てています。また、XU ドッグのカーゴパンツは、機能的でありながらも彼のカジュアルさとスポーティーさを表現する重要な要素です。そして、 ルイス・ヴィットンのスニーカーは、高級感と彼の都会的な一面を強調するアクセントとなっています。こうしたファッションの組み合わせは、彼がファッションを通じていかに自分を表現し、ファンにメッセージを送っているかを如実に示しています。翔くんのファッション選びに関して、私たちが学べることは多いです。それは、自分の個性を大切にしながら、流行に左右されず、 自分が心地よいとと感じるるスタイルを見つけることの重要性ですファッションは単なる外見の問題ではなく、自分を表現する一つの手段であり、翔くんはそのことを十分に理解しているのです。彼の選んだアイテムは、すべてが彼自身のライフスタイルや価値観と深く結びついており、そのファッションセンスは多くのファンにとっても大きな影響を与えています。今回の CDTV ライブライブで見せたスタイルも、 彼のファッションの中に一貫したテーマがあることを感じさせました。シンプルなアイテムを組み合わせ、そこに自分らしさをプラスすることで、彼のファッションはただの見た目以上のメッセージを持っているのです。そして、彼のファッションセンスはこれからも多くの人に影響を与え続けることでしょう。ファッションを通じて自己表現することの大切さを、私たちは彼のスタイルから学び取ることができます。翔くんのファッションには、 個々のアイテムだけではなく、その組み合わせ方にも独自のスタイルが現れています。彼が選んだナイキのジョーダン MVP ロングスリーブシャツは、カジュアルな印象を与えながらも、タンカラーの落ち着いたトーンが大人っぽさを加え、翔君の自然体でありながら洗練された魅力を引き立てます。このシャツは、彼の普段のリラックスした性格や、ファッションに対する、型にはまらない姿勢を象徴しているように見えます。 特にこのシャツの価格が220ユーロ、約3万5千円ということを考えると、決して過度にラグジュアリーなアイテムではなく、手に届く価格帯でありながらも品質やデザインにこだわりを持つアイテムであることがわかります。このようなアイテムの選び方は、将君がファッションにおいても実用性と美しさのバランスを重要視していることを示唆しているのではないでしょうか。次に、XU ドックのポケットカーゴデニムパンツに注目してみましょう。 こちらのパンツは、現代のストリートファッションの要素を強く持ちつつ、ユニセックスデザインであるため、ジェンダーを問わず誰もが着こなせるアイテムです。翔くんが選んだこのアイテムは、彼が既存のファッションルールに縛られず、自由でクリエイティブな着こなしを楽しんでいることを反映しています。特に最近のファッション界では、ジェンダーレスなスタイルが大きなトレンドとなっており、性別にとらわれないファッションを楽しむことが一般的になっています。 翔くんもまた、このトレンドをうまく取り入れ、個性的でありながらも時代に合ったスタイルを見せていると言えるでしょう。このパンツは、価格も1万5180円と比較的手頃で、翔くんのファンにとっても参考になるアイテムです。彼のスタイルは、決して高価なブランドだけを選ぶのではなく、手頃な価格のアイテムを巧みに組み合わせて、自分らしいファッションを作り出していることが特徴です。そして、 翔ョ君の足元を飾った、ルイス・ビットンの LV トレーナーにスニーカーも見逃せません。このスニーカーは、彼のスタイル全体を引き締める高級感あふれるアクセントとして機能しています。スニーカー自体は1530ドル、約22万円と高価ですが、そのデザインや素材の質感は圧倒的な存在感を持っています。彼が選んだこのハイカットのスニーカーは、カジュアルなコーディネートに洗練された雰囲気を加え、 スポーティーさとラグジュアリーを見事に融合させています。翔く君は、常に自分のスタイルに統一感を持たせつつ、どこか一部で大胆な選択を取り入れることで、他にはない独自のファッションを生み出しています。ルイス・ヴィットンのスニーカーを取り入れることで、彼のコーディネートにはただのカジュアルさではなく、ラグジュアリーな要素が加わり、全体のバランスが絶妙に保たれているのです。翔く君のファッションにおけるもう一つの特徴は、 彼が常に自分自身のイメージやブランドと向き合いながら、慎重にアイテムを選んでいることです。彼のスタイルは決して奇抜ではありませんが、シンプルな中に力強いメッセージが込められています。例えば、今回のジョーダン MVP ロングスリーブシャツのように、スポーティーでありながらも大人の男性らしさを感じさせるデザインを選ぶことで、彼が持つエネルギーや自信を視覚的に表現しています。また XU ドッグのカーゴパンツを合わせることで、彼の動きやすさや快適さへのこだわりを強調し、実用性とスタイルを両立させています。さらに、ルイス・ヴィットンのスニーカーで全体に洗練された仕上げを加えることで、彼がファッションにおいてもプロフェッショナルであり、自分のアイデンティティを大切にしていることがうかがえます。翔くのファッションは、ファンにとっても大きな影響力を持っています。彼が選ぶアイテムやスタイルは、 彼自身のライフスタイルや価値観と密接に結びついており、その着こなしにはいつも一貫性があります。彼はファッションを通じて自分を表現するだけでなく、ファンに対しても自分らしさを大切にすることの重要性を伝えています。翔くんのファッションを見ていると、ブランドや価格にとらわれるのではなく、自分に合ったアイテムを見つけ、それをどのように着こなすかが大切であることがわかります。彼のスタイルは、 ただ見た目を良くするためだけのものではなく、自己表現の一つの手段であり、そこには彼の強い意志と個性が込められています。また、翔君が取り入れているアイテムやブランドは、時代のトレンドともうまくリンクしています。ジェンダーレスなデザインや、スポーティーとラグジュアリーのミックススタイルは、現代のファッションシーンにおいて非常に重要な要素です。翔君は、こうしたトレンドを単に追いかけるのではなく、自分なりに昇華し、 独自のスタイルとししてて表現していますこの柔軟さと創造性こそが、彼のファッションがいつも新鮮で、多くのファンに影響を与える理由なのです。ファッションにおいて重要なのは、単に見た目の美しさやトレンドに従うことではなく、自分が心地よく感じ、自信を持って着られるかどうかです。翔くんは、のことを深く理解しており、彼のスタイルには常にその信念が反映されています。彼のファッション選びは、 時には大胆であり時には控えめですが常に自分の感性を大切にしながらファンに新しいインスピレーションを与え続けています。